桜桜今年も、ソフト麺いいんじゃないよ、ソフト麺。桜桜今年もまた、はい、ということでございましてですね、ブリモメンやってきました。今ですね、時刻の方ですね、25日の深夜12時22分でございます。12時ぴったりにインストールしましてですね、今のとこ、この僕の桜という曲のね、ちょっと入れてみたりしたんですけども、ちょっと聞いてみますか。まずこのデフォルトね、デフォルトで聞いてみます。はい、じゃあブリモメンのデフォルトです。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。はいはい、こんな感じですね。じゃあ次、バスメンっていうのかな、ベースメン、バスメンですね。バスメン聞いてみますか。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。このルーがちょっと気に入らないですね。ルーのビブラートなのか音なのか、ちょっとテイクワン。ルーのビブラートがちょっときついな。ちょっと待って、ビブラートの音か、このビブラートの具合があんまり好きじゃない。まあわかんないけど、これでいいかな。じゃあ次いきます。ジェントルメンでいきます。ジェントルメン。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。いいですね。次、ハードメン。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。なるほど、ちょっとこうオペラっぽい感じですよね。オペラとかその劇団式じゃないですけど、そういうちょっとオペラとか。じゃあちょっとソフトメンでいきますか。これね、ソフトメンっていうのはネーミングいいですけどね。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。これちょっとね、りょうくんとかねに近いですね。ちょっと柔らかい感じで、ソフト麺っていうぐらいですからね。じゃあヤングメン、これ別に西城秀樹だであるはずではない、ただ若いっていうことでしょうね。聞いてみます。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。いいですね。なんかパッと今聞いた感じだと、ソフト面とヤング面がいい感じがしましたね。ちょっとこのバスとかジェントルメン、ハード面もそうですけど、ミュージカルっぽいですよね。だからね、多分これはもう、なんていうの、昔でいう戦闘ものとかね、そういうのには合うんでしょうね。桜桜、こういうちょっとこう戦闘ものガッチャマじゃないけど、そういう感じ、ゴレンジャーとかね、そういう感じと
桜桜。うん、柔らかいですよね。まあまあソフト麺の方が一番いいのか、分かりやすいか。ソフト麺って、ソフト麺が一番なんかこう、ね、桜桜今年もまた風に乗せて。うん、ここら辺これとですね、このフリーモメン聞くと次のやっぱり量とか聞いてみますか。量量聞いたりすると、桜桜今年もま、うん、りょうくんだとちょっとこう柔らかい感じですかね。桜桜今年もまた風に乗せて、うん、これ柔らかいですもんね。フリーモメンだとソフト麺でいきます。フリーモメンのソフト麺でいきます。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ。なんかこれ聞いちゃうとなんか量が薄味ですよね。なんか量くんが薄味っぽく聞こえちゃうな。なんかまたちょっといいですね。じゃあジンで聞いてみようか。桜桜今年もまた風にのす、ちょっとエアリーはダメだね。じゃあジンのデフォで。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ。多分ボリュームが全然違うね、やっぱりフリモメンと。フリモメンはでかい声が、だけどやっぱりいいねフリモメン。なんか他のと比べてみるとフリモメンはやっぱり声自体がいいね。ソフト麺いいんじゃない。ソフト麺。桜桜今年もまた、うん、桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ。バス、うん、いいね。でバス麺、バス麺がちょっとね一番なんかこう、まあ、デフォもいい。デフォで忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。うん、じゃあ最後ちょっと最後デフォで最後にいきますか。桜桜今も君が僕のそばで笑っている。舞い降りてくる花びらの儚きを思い、うん、どうだろうね。やっぱりソフト麺かヤング麺が俺は結構好きかな。桜桜今も君が僕のそばで笑っている。舞い降りてくる花びらの儚きを思い。いいね。ヤングメンの方がちょっとボリューム大きいのか。桜桜今も君が僕のそばで笑っている。舞い降りてくる花びらの儚きを思い。うん、なるほど。うん、割とこの、最後、なんていうの？ボーカルスタイル、後ろの2つかな。このソフト面とヤング面は結構使い勝手が良さそう。あとのこの前半3つは、まあね、振りも面っぽいというかね、振りも面らしさがすごい出てる。要するに戦隊ものとかね、ミュージカルとかそういう
感じには合ってるんじゃないですかね。なんか元々のなんか多分売り木綿タイプでしょうね。割とこの後ろのソフト麺とヤング麺は使い勝手が良さそうな気がしましたね。ちょっとまた明日ちょっとこれに曲をいろいろ立てたり新曲を作ってみたりしてみたいと思いますので、この動画ちょっとでも参考になったなと思った方おられましたらですね、振り木綿の購入のなんかちょっと、参考になったなと思った方おられましたらね、チャンネル登録高評価いただけると励みになりますのでよろしくお願い申し上げます。それではまたバイバイ。桜桜今年もまた風に乗せて春を運ぶ、忘れかけた思いまでもなぜ連れてくる。桜桜今も君が僕のそばで笑っている。舞い降りてくる花びらの儚き思い